とっぱら座敷わらしの話。ロードするよ。おはよう。何言ってる、起こしに来たんだよ。なんだ、寝ぼけてるのか。起きろよ。さあ着替えよう。いいじゃないか、減るもんじゃなし。いつからケージを見てきたと思ってる。仕方がないな。おはようございます。はい、早寝早起きが健康の秘訣です。私は鬼でも悪魔でもなく妖怪です。全然違います。ダメです。一緒にしないでください。枕返しはもっと恐ろしい妖怪ですよ。枕返しとは、寝ている人の枕をひっくり返したり、頭と足の場所を入れ替えて北枕にしてしまう妖怪です。私のような善良な妖怪とは似ても似つかぬものですよ。さあ起きましょう。今日はお買い物に付き合っていただくって覚えていますよね。食料品に決まってるじゃないですか。
今日もいい天気ですね。さて、お買い物ですね。何か食べたいものはありますか？そうですね。それじゃあ、今日はひじきご飯にしましょうか。どうしました？はい、もちろんです。でも、ひじきご飯なら食べられると思うんですけど。どうして嫌なんですか？でしたら大丈夫です。ひじきご飯にすればその食感は消えます。それじゃあ何が食べたいですか？刑事さんの健康を考えてのことです。そろそろ成長期も終わりです。とんかつですか。わかりました。それではとんかつとひじきご飯ですね。大丈夫ですよ。刑事さんが嫌いなのはひじきの煮物なんです。好き嫌いは良くないですよ。私は甘くありません。私は刑事さんのためになることしか考えていませんから。お出かけですか？いってらっしゃいませ。はい、何でしょう？構いませんけれど、どうしてですか？なるほど、わかりました。じゃあ、いってらっしゃい。
君、見えるの？答えてるじゃないのよ。私のこと見えてるんでしょ。やっぱり見えてるじゃないのよ。私の名前はセオリ。君、名前は？取って食べはしないから大丈夫よ。あくまで言わないつもりね。まあ、ものによっては名前を知ることで支配権を得る者もいるからね。油断しないのはいい心がけだと思うけど。何よ、知らないのに言わなかったの？なるほど。でもそれは危ないわね。若いから仕方ないけど、嫌疑なら言霊くらい知っておくべきだわね。相手の名前を知るということが、それだけで相手を支配したに等しくなる。そういうのもいるから。だからさっきから言ってるじゃない。私は別に、君を取って食ったりはしないって。久しぶりに剣技に会ったからね。ちょいと話してもと思っただけよ。本当だって。私にそんな大層な力はないしね。あらら、知っていたの？何よ、退治でもしに来たの？それならそれでこっちにも手はあるわよ。殺さないまでも。うん、逃げる。だからさっきから言ってるじゃない。人間を取って食おうだとか、そんな大それた力はないんだってば。せいぜい、そう、男女の仲を引き裂くくらいの話よ。今度は私が君を信用できない。私を退治しに来たの？もしそうなら私は本当に逃げるわよ。死ぬということはないだろうけど、嫌なものは嫌ね。興味ないって？ならどうしてここに来たの？そう、なら安心ね。それじゃこっちおいで。少し話でもしない？いいじゃない、少しくらい。ケチくさいこと言うな。
私だって男なんか大嫌いだわよ。この野郎。暇なのよ。ずっと橋の上を見張って、恋仲の男女が来たら呪いをかける。いくら私がそういう存在だからといっても、さすがに飽きるわよ。いいじゃない、ちょっとくらい。そうだ、まだ君の名前を聞いてなかったわね。五日市刑事。そっか、刑事か。うん、わかった。よろしくね、刑事。よ、失礼ね。せめてヒッピーと言ってよ、ヒッピーと。知らないの？これだから最近の若い子は。そうね、3月くらいからかな。あちこちの橋を渡り歩いているからね。テント暮らしもそのせいなのよ。橋姫だよ、橋姫。知らない？君は知らなそうだね。これでもちょっとは有名なんだけどな。男女で渡ったら別れる橋の噂なんて全国どこにでもあるでしょ。そうよ、もちろん全部が全部というわけではないけどね。似たようなやつはいるから。ほら、牛蜜時のなんたらとか。うん、一緒にするな。どちらも男に恨みを抱いているということから、たまたま同じく橋姫になっただけよ。あんな陰気な妖怪と一緒にしないでほしいわね。まあ、人間たちがごっちゃにしてしまうのは仕方ないかもしれないけどね。ああ、桜ね。なぜか私が住み着くと枯れる。わかんないものはわかんない。覚えてない。もう長いことこの商売やってるから。私たち妖怪にとっては仕事だわね。
うん、もう数千年になるかな。そう、年季入ってるよ。まあ、サイコさんの一人だわね。ひょっとしたらもっと前だったかもしれないけどね。もうその辺になると記憶は曖昧よね。だからもっと短いかもしれない。ただ今の王朝ができる前からいることは確かだけどね。皇室のこと。そうだけど。妖怪なんだから仕方ないでしょ。それじゃあ何、しわくちゃのババアだったらよかったの。それにしても3000歳のババアってどんなのよ。ならどういうことよ。余計悪いわよ。起きたわね。少し加減を間違えたわ。ごめんね。大丈夫、骨は折れていないと思う。気絶くらい大したことじゃないわよ。だから最初からそんなつもりはないと言ってるじゃないのよ。そう、また来てね。ケチくさ、これだから男は。さあね。私は気まぐれヒッピーなのよ。そうだね、いつもは追い出されるまではその土地に居座るわね。まあね。鬼、悪魔、人手なし。おかえりなさい。夕ご飯はまだできてませんが、お風呂ならすぐにでも入れますよ。
いかがですか？ひじきご飯も食べてくださいね。食べてくださいね。食べてください。食べなさい。美味しいでしょ？よかった。はい。何でしょう？見た目ですか？そんなこと言わないでください。私にまでそう見えてくるじゃないですか。いえ、わかりました。味はこれで問題ないのであれば見た目対策を考えます。ひじきには食物繊維がたくさん含まれていますし、ミネラルも豊富ですから。そう。おはようございます。起きてるじゃないですか。さあ起きてください。はい、おはようございます。今日はお買い物は必要ありませんので。
今日もお散歩ですか？お昼は作っておきますから、食べに戻ってくださいね。困ります。ちゃんと予定を決めましょう。わかりました。それでは、ご飯は作って待っていますから。来なかったらお夕飯に出しますからね。なるべく食べに戻ってきてくださいね。
忘れちまったか。ないでなんか言えよ。おお、覚えていてくれたか。なんだよ、見覚えがあるだけかよ。それはひどいな。何年だ？ついこの間のような気がする。そうだよな。でも僕は覚えているぜ、ケイ君。いつかいち刑事だろ。だからケイ君って呼ばれてたじゃないか。ぼーっとしてるんだよ。思い出したか？じゃあ僕の名前を言ってみろ。くーん。そういう問題じゃないぜ。おい、僕の名前を言ってみろ。そんなとこに突っ込まなくていいから、まず僕の名前を思い出してくれ。ヒント？ヒントか。よし、上を見ろ。どうだ、わかったか？そんなバナナ、誰がすき焼きやね。余計なお世話だ。寂しいよ僕は。頼むから思い出してくれよ。よし、ヒントだな。それじゃあ、岩だらけの海岸のことをなんて言う？どうしてお前はそんなに難しい言葉知ってるんだよ。そうじゃなくて、もっと簡単な言葉でさ。違う！ほら、あれだよあれ。なんとかのりとか、なんとか釣りとか、国民的アニメに出てくる家族の名字とか。だからどうでもいいこと突っ込むなよ。それだ！そいつと、ほら。これを合わせて。僕はそんなに偉くないよ。っていうか、ケイ君わざとでしょ。
わざとやってるでしょう。ひどすぎるぜ。間違ってるし、誰が川太郎やねん。頼むぜ、ほんま。おー、覚えていてくれたんだな。また来てくれるなんて思わなかった。よし、遊ぼうぜ。だからさ、魚取ったり水かけ合ったりして遊ぼうぜ。やっぱり昔のようには遊んでくれないのか。そうか、大人になったんだな。どうしてここに来た？昔を懐かしみに来たのか？仕事はいいのか？じゃあ学校はいいのか？そうか、じゃあ遊べるじゃないか。どうしてだ？忙しくないなら遊んでもいいじゃないか。なんだよ、僕はお前よりずっと年上だぞ。それはそうかもしれないけどさ。童心に帰るってのもいいと思うぞ。うん、つまんないな。なんだよ、もう行くのかよ。遊べばいいじゃないか。また来るよな。来いよ。絶対に来いよ。きっとだ。気が向かなくても来い。明日来い。Thank you.
きっとだぞ。おかえりなさい。きっと帰ってきてくれると信じてお昼ご飯の準備をしてましたよ。もちろんです。どうですか？午前中はどちらに行ってたんですか？山ですか。まだ寒かったんじゃありませんか？そうでしたか。キッチンの道具なんですけど、私の使いやすいように整理してもいいですか？ありがとうございます。そろそろ夕ご飯ができますので、よければお風呂にお入りになってください。いただきます。今日も一日お疲れ様です。何度言われても嬉しいですね。
何でしょう。他の影女ですか？どうでしょうね。他の影女のことは知りませんから。ありませんよ、そんなもの。人じゃなくて妖怪ですし。それが影女の幸せなのですから、自由などいりませんよ。搾取ではありません。望んでやっているのです。すみません。はい、私は刑事さんの影女でございます。おはようございます。そんなことする元気があるんだったら起きてください。ダメです。はい、お出かけ日和だと思います。買いだめしましたので。それに
あんまり刑事さんの手を煩わせるのも良くないですし。なるほど。ええ、はい。なんと言いますか、刑事さんと一緒に買い物に出かけるのが当たり前だと思ってしまっていました。それでは、後でメモを書きますので、帰りに買ってきてもらえますか？ちょっとしたものですから。あ、お昼ご飯は今日もうちで食べますか？ございます。いいえ、そんなことはありません。忘れ物ですか？そういうものはちょっとないですね。麦茶が出してありますので、水筒でよかった。たら用意しますよ。どちらへ行かれるんですか？でしたら虫よけとかタオルとかはいりませんか？わかりました。いってらっしゃい。Thank you.
ちいいの。なんじゃ？温度の練習か？ん？漫才か？見えておるのか？妖怪のことをそれとして好きなやつなどそうおるまいよ。そうか。そうか、それは助かるな。わらわは男が苦手なのじゃ。しかし温泉は気持ちいいのじゃ。ぬし、名前は何という？刑事か。うん。どういう字を書く？なるほど。五日市刑事か。うん。鋭いな。そういえば近頃は、己が名前など気にしたことがなかったな。よし、灯火にしよう。藤の花と書いて灯火じゃ。
ここは不自由というのであろう。昔は別の名前を持っておったがの、名前が変わることなど珍しいことではない。良い機会じゃ。今よりわらわは当家と名乗る。それに当家という音は稲荷に通じるのでな。稲荷を音読みすれば当家じゃろう。見ればわかるであろう。いや違う、違わぬか。今はここに住んでおるからの。そういうことじゃ。もう良いであろ。昔のことはあまり思い出しとうない。そうじゃの。もしかして邪魔かの。もしそうだったら出ていくが。いても構わぬか。そうか、遠慮はしなくてもよいぞ。ここは人が掘ったものであるしの。そうかの。そうかもしれぬが。わらわにもいろいろあったということじゃ。しかし今はの、他にすることもないのでな。温泉三昧じゃ。主も暇つぶしか。ところで、主、わらわの体を見てどう思うかの。なんかこうあるじゃろ。綺麗とか汚いとか美しいとか醜いとか。どうじゃ？のう、どうかと聞いておるのじゃ。そうか、やっぱりそうなるのか。浴場はするか？やはりするか。男は皆一緒じゃの。やはり醜い姿を取るべきだったかの。
昔からこの姿じゃったからの愛着があるのじゃ。ふむ、そうかの。それはそうだろうがの。いや、どうじゃろうな。わからぬ。なんじゃ？ん、そうか。また来るか？わらわがいると来られぬというのなら。そうか。では。また鉢合わせた時はよろしくの。なんじゃ？どうしてじゃ？なんじゃ？気を使っておるのか。それなら心配せずともよい。男の裸など見慣れておる。なんじゃ、恥ずかしいのか。変わっておるの。それじゃあ、目を閉じているゆえ、さっさと上がるとよい。よろしいですか？